今回は K 平均法のお話をします。K 平均法は教師なし学習の一つで映画のジャンルやユーザーのタイプなど様々な分類に用いることができます。それでは経平均法の解説をします。K 平均法においてはデータをそれぞれの重心に最も近い稽古のグループに分類します。 これは各データの位置のみを用いる教師なし学習です。K 平均法により人々や物事、行動などの意外なグループを明らかにすることができます。例えば、富裕層はどこに住んでいるのか、今までに認識されていない音楽、映画などのジャンルはあるのか、などの疑問に K 平均法は答えてくれるかもしれません。また、 人口統計のデータから独自の人々のステレオタイプを作ることもできるでしょう。K 平均法は教師なし学習ですが、その仕組みはシンプルです。まず、稽古の重心をランダムに選択します。そして、各データの点を最も近い重心のクラスターに所属させます。各クラスターの重心の位置に。 重心の位置を移動しますそして、各点が所属するクラスターが変わらなくなるまで、これを繰り返します。また、新しい点が所属するクラスターを予想する場合は、その点に最も近い重心を見つけます。それでは、K 平均法をグラフィカルに解説していきたいと思います。無数のデータの中に、赤と緑と青。 三つの重心があるとします。そして、それぞれの点を最も近い重心に所属するようにクラスター分けします。その後、各クラスターの重心に各重心を移動します。そして再び各重心に所属するように再びクラスター分けします。これを繰り返すことで、すべてのデータが 3個のクラスターに綺麗に分かれるようになります。それでは、K 平均法のコツについてお話をします。まず、K の選択です。どのようにしたら最適な K を選択できるのでしょうかそのためには、小さな K から始めて、二乗誤差、すなわち各点から重心までの距離の二乗が大幅に小さくなるまで、 K を増やしてみましょう。データをきれいに分類できる K が定量的に見つかるかと思います。また、局所解を避けるのも大事なことです。最初にランダムに重心を選択しますが、それは時としておかしな結果をもたらすことがあります。K 平均法は複数回行い、おかしな結果を避けられるようにしましょう。また、 クラスターのラベリングに関してですが、K 平均法は発見したクラスターに特に意味を与えません。データを深掘りし、クラスターに意味や名前を与えるのはユーザーの役割となります。それでは K 平均法を使って実際にクラスタリングしてみましょう。サイキットランを使えば比較的簡単です。